きな声で応援を受けてくださいますよ。ご協力よろしくお願いします。朝日山のご一帯、ご協力よろしくお願いします。佐々木朗希のドアのお悩み相談。早くから静岡草薙球場に来ていただいた皆さん、こんにちは。試合開始までですね、あと1時間ちょっとありますけども、ここでですね、つば九郎ドアによりますお悩み相談解決を行っていきます。東京ヤクルトスワローズマスコット、つば九郎。中日ドラゴンズマスコット、ドアラ。いやー、今日も深い低いですね、お辞儀はね。よろしくお願いします、はい、それでは早速皆さんの、たくさんなんかお悩みあるようなんですね、つば九郎とドアラに解決していただきたいと思います。まずはこちら、コロナでお家にいることが増えて太ってしまいました。一番効率の良い痩せ方を教えてください。つば九郎ドアラお願いします。コロナでね、お家にいるとね、ジープしてね、ちょっと太ってしまったっていう方も多くいらっしゃるでしょうね。一番効率の良い痩せ方、はい、つば九郎お願いします。はい、聞く相手を間違っているってですよね、体型見てわかりますよね。はい、どうだ先生、はい、お願いします。食べない、はい、正しいですね、はい、はい、解決できましたね、はい。中日ドラゴンズグッズ担当の方のお悩みです。東京ヤクルトスワローズの傘のような応援グッズを作りたいと思っています。名古屋といえば何を応援グッズにすればいいでしょうか。何がいいかアイデアがあれば教えてくださいということです。東京ヤクルトスワローズの傘のような応援グッズを作りたい、中日ドラゴンズグッズ担当の方のお悩みです。どうだ先生、どうぞ。金メダル間違いないですね、はい、つば九郎先生、はい、かじれる金メダル、はい、ほらもうね二人合いましたね本当に息合いましたね、はい、ぜひあのグッズ楽しみにしてますので、はい、できたら売れるでしょうね本当にねはい、続いて2人に夏休みの宿題はないんですかという、はい、これは質問ですね。夏休みの宿題ありますかという、はい、夏休みもそろそろ終わりですけど、宿題終わった、全部できた、まだしか終わった、優秀だね、イエーイ、はい、それではつば九郎先生、あ、ドアラ先生、はい、すいません、ごめんなさい、はい、ありません、夏休みがないということでね、はい、お忙しいです、はい、つば九郎先生、はい、社長から読書感想文はい、拍手も聞こえています。続いて、若いうちに苦労は金を払ってでもしろと言われますが本当ですか、はい、若いうちに苦労をね、金を払ってでもしろと言われますけども、これは本当なんですかという、はい、はい、ドアラお願いします。できればしたくない、したくないね、はい、つば九郎、はい、つば九郎グッズは金を払って買えと、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、苦労は払わなくていいということですね、はい、グッズはつば九郎、あ、苦労ね、つば九郎、なるほど、いや失礼しました、ちょっと気づきませんね、申し訳ございません、本当にお上手ですね、
今日も絶好調です。続いていきましょう。マスク焼けがひどく大変困っています。どうしたらいいでしょうか。やっぱりね、これ日向でもマスクしないといけない時代ですからね。はい、どうしましょう。マスク焼けひどい、どうしたら。はい、ドーラさん、それも思い出ってことでね。はい、それも思い出ですよね。はい、はい、つば九郎、ヤクルト化粧品を使ってください。はい、ラクトジューとかね、いいですよね。はい、ぜひ。じゃあ続いていきましょう。ちょっと前にグッズショップで、受注販売していたつば九郎とドアラのコラボクリ、何コラボアクリルキーホルダーを1ヶ月半ぐらい前につけた日、その日に落としてしまい、まだへこんでいます。慰めてください。そっか、受注販売のね、つば九郎ドアラのコラボアクリルキーホルダー。はい、つば九郎お願いします。はい自業自得っていうことでね。はい、冷たいですね。はい、はい、ドアラ、2つ買わないと。はい、でこれがいいですね。2つね、買ってるとね、安心ですよね。1つなくしてもね。はい、忘れられない恋があります。どうしたら思い出と割り切ることができますか。いやー、恋のことを聞いてきましたよ。来るよ。はい、つば九郎。はい、そんな恋をしてみたいと、つば九郎がしてみたい、ね、はい、そうだよね。はいどうだ。はい、忘れなくていい、心にしまっておこう。いやー、素晴らしいですね。はい、そうしましょう。かわいいですね。ちょっとまあやっといてもらいましょうか。はい、どうぞ。あ、もういいんですか。はい、はい、失礼します。はい、J の W の K 君からの質問です。あ、ジャニーズウエストがもっと売れるには何をしたらいいでしょうか。ジャニーズウエストがもっと売れるには何をしたらいいのか。スパクロとドアラに、はい、この問題を解決してもらいましょう。はい、スパクロ、ヘアムードダンス、あれあれあれ、はいはい、はい、お金配り黒いですね。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、暑い日が続きますが、お二人の体調コントロールのコツはありますか。教えてください。まあ、暑い日が続いているので、ね、体調を崩さないため誰か心がけていること。はい、はい、ドアラ、我慢我慢ね。はい、我慢する。撮影監督で長谷川さん、撮影監督で長谷川さん、撮影監督で長谷川さん、はい、無理しない。あー、長いイベントはやらないと。はい、無理をしない、長いイベントはやらないということですね。はい、じゃあお疲れ様です。さあ、最後の問題です。はい、問題というかお悩みです。チームが今夜勝つ方法を教えてください。おお、勝つ方法です。はい、昨日つば九郎はビシエド選手が打たないと書いて当たりましたよねと、はい、いうことでしたけども、さあ今夜勝つためにはつば九郎お願いします。ビシエドとは無理しないと。ビシエドとは無理をしないということですね。はい、ドアラはどうでしょうか。はい、どうしたんですか。はい、ミスタービンを見るね。はいはい、ありがとうございました。昨日の続きで僕は面白いんですけどもね、今日来た人は何のこっちゃと思ってるでしょうね。はい、ということで、たくさんのお悩みに、ね、お悩みを解決してくれましたつば九郎、ドアラ、どうもありがとうございました。はい、つば九郎、また後でマリトッツォ、はい、CM へ。はい、ということで、この後ですね、またつば九郎ドアラにですね、お悩み解決していただくパートもありますので、またそちらの方もお楽しみに。この後、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ、試合開始は18時を予定しています。皆さん一緒に試合を楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。